ふーちゃんおはよう。ふーちゃんおはよう。朝だよ。ふーちゃんおはよう。ふーちゃんおはよう。朝だよ。カーテンを開けたらおむつ替えをします。最近はやたら動くようになったのでおむつ一つ替えるのにも苦戦します。着替え終了です。ふーちゃんファンハオイフロー。少し布団の上でゴロゴロしてからリビングへ移動します。今は犬と別で寝ているので犬がお出迎えです。朝起きたらまずはじめに洗濯機を回します。とりあえず日焼け止めだけ塗って帽子を装着し犬の散歩です。ねえ、我们带同学去散步哦。回しておいた洗濯物が現れたので干していきます。家の中が狭いので都度マットを敷いています。黒だよ。帽子、青い帽子、高い帽子、白だよ。じゃん、赤リンゴ、こんにちは。ふーちゃんこんにちは。黒、長靴。どこかへお出かけ、長靴。これは雨。猫ちゃん、サンタさんでこのひげ、イエーイ。プピ、我们去买菜哦。去买个菜、好不好？お昼ご飯の準備をしていきます。ふーちゃんをおんぶをして、昭和のお母さんのようにご飯を作っていきます。今回は石焼きご飯を作るのでシャッキリにしてみました。空心菜の炒め物を作ります。火の通り具合が違うので葉っぱと棒の部分を分けます。棒の部分は長すぎると食べづらいので短く切っていきます。このイケアで買った水切りみたいなので水を切っていきます。今回の小皿はアボカドわさび醤油です。前お友達のお店で食べた時にとっても美味しかったのでそれ以来これをよく作ります。まずはアボカドを切っていきます。綺麗に切れました。はい、というわけで完成しました。自家製のオクラキムチも乗せてみました。ふーちゃんが寝ている隙に爪を切っていきます。多分世のお母さんみんなそうだと思いますが爪を切っている時はミッションインポッシブルのテーマが心の中で頭の中で流れていますよね。この日はお昼寝の後はクリニックに行ってきました。ホルモンの関係でそばかすみたいなのが斑点みたいなのがちょっと増えちゃったのでレーザーを打ちに行きました。このレーザーの痛みは顔の上で線香花火をやっているかのような痛みです。と言っても顔の上でそんなことをやったことはないんですけどね。でも例えるならそんな感じの痛みです。赤みは2、3日で落ち着くらしいです。夜ご飯の準備をしていきます。昭和の母再びスタイルです。
今日の夜ご飯はちょっと手抜きで鍋です。鍋の素をそのまま使うので野菜を切るだけでもうできてしまうので、台湾に来てから鍋を食べる頻度がとっても増えたような気がします。ご飯を食べる前にふーちゃんをお風呂に入れます。夜ご飯を食べています。やっぱりお家でお鍋はいいですね。寝室に移動し、ふーちゃん寝る準備です。ふーちゃんのところに来た案件の撮影中です。親バカ炸裂です。というわけで簡単に主婦の一日になった私をお届けしました。本日もご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。